皆様こんにちは。今回は Google マップを使って Android や iPhone をカーナビとして使う方法をご紹介させていただきます。 Google マップはお店や施設などの場所だけでなく、営業日時や口コミ情報などの詳細も確認できる便利なサービスです。しかも目的地までの経路を表示して、おおよその到着時間を表示してくれたり、そのまま音声ナビゲーションをしてもらいながら目的地に向かうことができます。ナビゲーションは今回ご紹介させていただく車のカーナビとして使えるほか、電車やバスを使った乗り換え案内、徒歩で目的地に向かう際のナビゲーションとして利用することもできます。ではカーナビとして使ってみましょう。カーナビの操作は、まず目的地を入力して、次に経路を選択、最後にナビを開始の3ステップで簡単に行うことができます。目的地を入力すると、Google マップ上にマーカーが表示され、目的地の詳細情報とともに、ナビ用のアイコンが表示されます。目的地が間違っていなければ、ナビ用アイコンをタッチします。ちなみに目的地の入力は、マイクボタンをタッチして音声入力で行うと簡単です。恩納村道の駅。アイコンをタッチすると、目的地までの経路と目的地までの距離、到着予測時間、そして目的地までの移動手段が表示されます。複数の経路がある場合は、最短で到着する経路が選択されています。また初期設定では、高速道路や有料道路を利用する経路が優先されているので、下の道で目的地に向かう場合はオプションをタッチして、各チェックボックスにチェックを入れてください。もし自動で選択されている経路とは違う別の経路で目的地に向かいたい場合は、灰色の候補をタッチすることで経路を変更することができます。ちなみにナビ開始後でも経路の変更ができるので、例えば渋滞などの影響で現在の経路では予測通りに到着しなさそうな場合などでも活用できます。経路が決まったら矢印アイコンをタッチしてナビを開始します。以降は目的地に到着するまで基本的に画面操作の必要はなく、 Google マップが自動で切り替わりながら音声でナビゲーションを行ってくれます。右方向です。走行中の地図表示では渋滞している部分を黄色と赤で表示してくれるので、迂回できそうな経路がある場合など、必要に応じて地図上をタッチして混んでない経路に変更してみてください。また Google マップの経路を変更しなくても、経路とは違う道に入ると Google マップが自動でそれを検知し、現在走っている道を使用した場合の経路を自動で表示してくれます。以上、Google マップを使って Android や iPhone をカーナビとして使う方法のご紹介でした。